検査データが改ざんされた油圧機器メーカー KYB の子会社製の免震装置が大阪府庁や愛知県庁でも使われていることが分かりました大阪府は2013年からの3年間に行った府庁本館の耐震工事で油圧機器メーカー KYB の子会社製の免震装置を12機設置しました KYB はきのうこの免震装置について 性能検査記録データを改ざんしていたと発表しました免震と静震の装置を合わせると愛知県庁や長野市役所をはじめ全国の共同住宅病院など986件の建物で不正をしていた疑いがあるということです KYB によると記録データの改ざんは2003年1月から先月まで行われた可能性が高いということです